書くの方がもっと効果的。毎日元気になるってあり得るのでしょう。毎日元気になるってあり得るのでしょう。どうも、シュペタレックスのコーチをやってます。どうやっていつも元気になれるっていうの秘訣があるのでしょう。どうやってその億万長者とかみんなの裕福そう、まああれお金持ちさんはどうやって毎日元気ですごくエネルギーを持って働いてるっていうのは、まあちょっとその中ではちょっとした技というか、まあ、習慣を今見せたいと思います。最初の習慣なんですけれども、朝一起きたら、まあもちろん最初はちょっと600ml の、まあ、普通の水を飲むこと、どちらかというとみんなが寝る間に、まあ、無意識的というか結構脱水になりますね。まあ、脱水状態ではないんですけれども、水を失ったりします。汗とかですね、まあ自分の、まあ、ベッドとかはもう汗まみれじゃなくても汗はまあ多少かいたりしますので、まあ、600ml は結構いいです。朝一で水を飲むことです。そしてその水を飲んだらすぐにスポーツをやること。スポーツをやるときには、まあ、ちょっと汗をかくまでですねスポーツをやったり、あとはやっぱりちょっとした体を鍛えるためにですね、特にその免疫力ですね、寒いシャワーを浴びたりする、まあ、冷たいシャワーを結構浴びたりするともっといい効果ですね。つまり朝起きたら水600ml 飲んでスポーツやったりシャワー浴びる、シャワーを浴びたら何が良いかというと、自分の体と精神を一致するためには瞑想をやった方がいいです。私なんですけれども、マインドスペース、ヘッドスペースというの、前の紹介したのアプリを結構好んでやってますので、そこでもいろいろなもので分けて、まあ、その瞑想アプリなんですけれども、日本であるかどうかちょっとこれは、まあ、英語なんですけれども、ちょっとできるかどうかちょっと分からないんですね。そう、これやって、あとは何をやるかというと、ジャーナリングですね。ジャーナリングとアファメーション。アファメーションなんですけれども、これは自分に対していいことを言う。まあ自分が何も達成できるとか、なんちゃらかんちゃらできるとか、まあ、今日も一日私はまあこれを持って頑張るとか、これを忘れることなくとか、まあ朝礼みたいですね。トレーカーみたいですね、まあ、これやったらいいです。まあ、あとはジャーナリングなんですけれども、ジャーナリングの時には何が今日は何かやりたいか、まあ、これをやったら眺めで見たらどんな効果をもたらすかというか、それをまあ書き取るんですね。まあ
まあ、こういうことを、まあ、つまり普通に言ってもいいんですけれども、言ってもいいんですけれども書くの方がもっと効果的、まあ、そのアファメーションとかあとジャーナリングをやるときには一番のポイントはその物事を言うだけじゃなくて感じることです。本当に心から感じることです。でそれをやったらもうなんか自分の頭の中と体が整理されるから、でその整理された上で何かやるかというと、そうですね、あの自分が一番の、まあ、好きな仕事、1時間とか2時間もあの自分の夢を現れる仕事、勉強だったり勉強、あの、まあ、仕事とかだったり、まあ、ビジネスとかだったり、そのビジネス、それをやることです。でそれをやったら、まあ朝ごはんとかを食べたりとか、あの、まあ、仕事に行ったり学校とか大学に行ったりするというのはおすすめします。ちょっと最後にそれも一回まとめたいと思います。あの最初は起きて 600ml の水を飲んでスポーツやる、スポーツの後であの冷たいシャワーを浴びたり瞑想する、瞑想の後でアファメーションとジャーナリングする、その後であの自分が好きことに取り組んで、そこから自分の一日を始まることです。それを習慣性にするともう毎日はすごく元気になる、本当です。それを試してみてください。そしてなんですけれども、朝習慣と夜習慣は両方は大事ですね、あのペアなんですけれども、そして夜習慣なんですが、例えばポッドカーストとか、まあ、聞いたりとか、まあ、結構いいポッドカースト、まあ、あのこう、まあ、幽霊の話とかじゃなくて、あのこの、まあ、怪談話ではなくてですね、あの結構あのそして頭に使われるではなくて結構いいポッドカーストを見つかってそれを聞くのはいいです。あの寝る前にですね、まあ、30分とか1時間とか、あの本当にあの携帯電話とか見なくて、もう携帯電話だけでそうポッドカーストをつけてするんですね。そして夜なんですけれども、あのそのジャーナリングも結構大事ですね。あのその何が良かったかって、今日で明日は何やるべきかって、それをするんです。どっちかというと夜でそのジャーナリングをもう一回するときには、朝起きて、まあ、すぐに分かる、すぐにこれをやればいいって、あのもう一回あの考えなくても良いだから、すぐに分かってすぐ次の朝に起きてすぐに取り組めそうだから、あの時間の粗末にならないんです。まあそれをコンビでやったら結構今ちょっと多いものを言ったんですけれども、まあそれをもうだんだん その習慣の習慣は一歩ずつを加えたり、まあそれをまあそのセットとしてを作るのが良いです。そうですね。だからこう自分が元気じゃないとか、もう何かできないとか、これは最初ね習慣のものなんですが、もちろんあの、まあ、何の食べ物を食べるというのは結構大事なんですけれども、それはちょっと別のビデオで取り上げたいと思います。それではこの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら高評価のボタンをお願いいたします。またはその同じの価値のあるの動画を見たいなら登録もお願いいたします。
さらにこう種が入ってるなんですけれども、こう変ですけれども、でそこでその鐘を押したりすると、ノティフィケーションですけれども、自分がいつを動画するアップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それももしよかったらよろしくお願いいたします。さらにこうどんな動画を上げたりいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいですけれども、下のコーナーでご記入お願いいたします。それでは自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって